今回はこちらダイソーで購入しているコットンライク、こちらと、レースヤンのラメピンク、こちらを引き揃えてポーチ編んでいこうかなと思います。でこちらがコットンライクのピンクで、コットン 50%、 アクリル 50%、 40g、 110m 入ってます。かぎ針が3号から4号ですね、こういうのと、こちらがレースヤン 120g、 80m 入ってます。綿 97%、 ポリエステル 3%、 レース針が0号から6号ですね。でこういうのを使っていきます。でこちらは外からで、こちらは中から取っていこうと思うんですけど、まあ、これが少し残っているのでこれから使っていこうかなと思います。ではね、中から出して2本取りにしていきます。はい、こういった感じで2本取りで編んでいきます。でこういうカゴがあれば便利かなと思います。で6号で今回は編んでいこうと思います。で輪を作って、まあ、いつもの長編みの円でそこを編んでから、まあ今回はね、このハートで、あのハート、ん?ピンクでハート。めちゃめちゃ可愛いのしようかなと思って。ここでね、鎖編みを1、2、3個して、で、この輪の中に長編みを12個編んでいこうかなと思います。糸をかけて、ここは1つ目。1つ目の長編み。で、1つ目の長編みのところにマーカーをつけて始めていきます。で、糸をかけて、輪の中に2個目の長編み。糸をかけて3個っていう感じで、全部で12個長編みを編んでいきます。はい、12個、長編みをしてきました。そしたら中心部分をこう引っ張って締めます。で、締めたら、まあ手前から向こうに最初の長編みの頭に針を入れて引き抜こうと思います。で、ここは糸を巻き込んで、で、引き抜き、立ち上がりをまた、1、2、3って感じで、糸をかけて、裏返し裏返し、編んでいこうかなと思います。糸をかけて、一番最後の長編みが一番最初、ここなので、まあ、糸を、この今見てる方、裏に糸をかけて、長編みを同じところに2つっていう感じで、円の増やし方で増やしていきます。で、一つ目のところにまたマーカーをつけて始めていきます。これでぐるぐる好みのところまで円を増やしていこうかなと思います。ここだ。ここで、裏に糸を当てて、まあ、ここで糸始末なくしていきますね。これも。これで、で、ぐるぐる編んでいって何段増やしましたっていう感じでお伝えして進めていきます。で、円の増やし方はまた上にリングを貼っておきます。よかったら見てみてください。では、編んでいきます。はい。こういった感じで編んできてました。で、今回は、1、2、3、4、5、6、6段編んできてます。で、ここでサイズを測って進めていきます。まあ、だいたい15センチぐらいですね。で、まあ、一番最後が、1、2、1つずつ長編みを入れて増し目。で、1、2、3、4、1つずつ長編み入れて増し目。4一つずつ長編みで増し目の段で終わってます。それで今裏を見てるんですけど、糸が出てるので、ここから、まあ、表を向けて、表を見てずっと柄を編んでいこうかなと思います。立ち上がりを1、2して、糸をかけて、で、裏返しにします。で、最後の長編みの頭に、これ針を入れて、長編みをして、で、ここの2本できたところに、マーカーを横につけて、で、前編んだ編み方で花を作っていこうかなと思います。ここで立ち上がりを1、2して、糸をかけて、この横に取ったマーカーのところを横に取って、で、未完成の長編みをします。で、糸をかけて、この今入ってるところ、ここに未完成の長編みを2つします。糸をかけて、未完成の長編み。そしたら糸をかけて、次は1、2、3個目。ここに針を入れて、未完成の長編み。で、糸をかけて、
同じ目に未完成の長編みで 1,2,3,4,5,6 個かかっているので、この6個を一度に引き抜きます。こんな感じで、であとはまた鎖編みを 1,2 で糸をかけて、ここにこの束ねたところ、ここに未完成の長編みで糸をかけて、この入っているところ、ここに未完成の長編みを2つします。2つして糸をかけて 1,2,3 個目、ここに針を入れて未完成の長編みを2つ、2つしたら全部で6個かかっているのを確認して一度に引き抜きます。で鎖編みを2つ、糸をかけて未完成の長編み1つっていう感じで繰り返し、ずっと一緒やって一周編んでいこうかなと思います。 1,2 未完成の長編みをして、また 1,2,3 個目、 1,2 で4と6個かかってるのを一度に引き抜きます。でまた鎖編みに 1,2 ですね。これでぐるっと一周最後の方まで編んでいきます。はい、こういった感じで一周編んできました。そしたら最後ここにつなげます。鎖編みを2つして、糸をかけて未完成の長編みを1つして、糸をかけます。でこの入っているところに未完成の長編みを2つ、で4本かかっている状態で、まあ最後は 1,2 開いて、ここにこのマーカーの通り横に取って、糸をかけて引き抜いた糸をこの4本の中に引き抜きます。こういった感じで、で鎖編みを 1,2 で次の段編んでいきます。で糸をかけて、次はこの横に今取ったところ、また取って、で長編みをします。1,2 で長編みしたら、ここにまた2つ線が出るので、ここにマーカーを付け替えます。マーカーを付け替えて、で鎖編みを2つして、糸をかけて、ここもまた横に取ります。で長編みの未完成を編んで、で次は糸をかけて、ここの花のところ、ここに入れます。でマーカーはちょっと邪魔なんですけど、ここで糸をかけて、この2つ入っているところ、ここに針を入れて未完成の長編みを2つ、1,2 で2つ入れたら糸をかけて、次はこの前段に編んだこの中、ここに未完成の長編みを2つ、でこれで全部で6個かかっているので一度で引き抜きます。引き抜いたら鎖編みを2つ、糸をかけて同じところに未完成の長編み、糸をかけてこの穴のところに未完成の長編みを2つ、で糸をかけて次の穴のところに未完成の長編みを2つ、この繰り返しをずっと編んでいきます。で一番最後はまたさっきみたいな終わり方で、また立ち上がりを2つして、ずっとぐるぐる、まあ、好みの高さまで同じように編んでいこうかなと思います。はい、こういった感じで側面編んできてました。で 1,2,3,4,5,6,7 段編んできています。でここから、まあ、どうしようかなと思って、まあ巾着にするんですけど、どういう風にしようかなと思って、まあこの上まで編んで、まあ、この穴を使ってこういう風にしても可愛いなと思ったんですけど、ちょっと硬いんですよね。何て言うかな、糸的に。なので、ここはちょっともくもくして終わらせようかなと思っていて、なので、ここで、まあ、どういう終わり方でも可愛いと思うんですけど、立ち上がり一つして、まあ、今引き抜きしてたので、で、立ち上がり一つしたら、この、根元のところに細編みをして始めようと思います。細編みを1つして、
で細編みしたところが一番最初っていうことでマーカーをつけて、で鎖編みを1、2、3、4、5して、で次の穴のところに、まあここから結構距離があるんですけど、まあここに入れて細編みで、細編みしたら1、2、3、4、5して、この穴のところに細編みで、また1、2、3、4、5して、この穴のところに細編み、これで最後までぐるっと一周もくもくさせていきます。はい、こういった感じでぐるっと一周5鎖編み細編みで5鎖編みしてきました。でしたので、ここの穴のところに細編みを1つして、一番最後は鎖編みを2つして糸をかけて、最初の細編みの頭そこに針を入れて長編みで終わろうと思います。次の段もこのもくもくさせていきたいので、この間にこの何ていうのかぎ針を置いて、でここからまた1、2、3、4、5鎖編みをして、前段編んだこの鎖編みのところに細編みで1、2、3、4、5して、前段のこの山のところに細編み、こういう感じで繰り返し何段間でいこうかなと思います。で最初の、まあ、1段目最後つなげた長編みの頭にマーカーをつけて進めていきます。でぐるっと一周編んだら、ここにまた鎖編み2つで立ち上がって長編みで、長編みをこのマーカーのところにつなげて1段閉じます。それで何段か同じように編んでいこうかなと思います。まあバランスを見ながらこうもくもくさせていこうと思います。はい、こういう感じで編んできて、今回は 1,2,3 段編んできてます。で3段で、まあここで終わりにしようかなと思ったんですよね。なので次の段編むときは長編みで終わるんですけど、まあ今回はここで終わろうかなと思うので、鎖編みを 1,2,3,4,5 して、最初のこの長編みの頭に、まあ、引き抜きでつなげようかなと思います。引き抜いてで、ここはベランってなっちゃうので、鎖編みを1つしてグッと留めておこうかなと思います。で糸をカットして、でこのね、編み目の中にあの紐をつけるみたいなこと言ってたんですけど、まあちょっとね気持ちが変わってここのね、一番最まあそうですね、今もちょっとまとまってないんですけど、どうかな、ここの下に入れてもいいし、まあこの上にしようか、まあ、それもね気分が変わったらこう変えてみてもいいですね。一回通した紐を変えて使ってもいいと思うし、まあ、今回一番最後の穴のところを通ろうかなと思います。でここはここで糸始末していきます。針に糸を通して、まあいつものように、まあこのね編み目のところに糸始末するのはちょっと難しいんですけど、後ろに持っていって、で、この裏、こちら側が裏なので、まあ、ちょっとずつ進んでは返し、ちょっとずつ進んで返しで、また、糸始末をしていこうかなと思います。ちょっと進んで、まあ、ここもぐっと、こう引いて、で、まあ、あんまりね、その引っ張りすぎても、ここの自然な編み目が潰れてしまうんで、こういう風に引っ張るときは、ここの根元を持って、引っ張りすぎないようにして、ここの返ししたところがグッと締まってくれればいいんで、まあ、こういう風に自然な形になってるなっていうのを確認して、まあ、進むと自然な感じで終われるかなと思いますね。何回かこういう風に糸始末していきます。まあ、一応手前は浅く拾って表に響かないところ通ってます。こんな感じで終わっとこうかな。何回かしたので、ここでギリギリで糸をカットします。でそういう糸始末するところがあれば糸始末して、まあこういうところはね最初巻き込んで編んでるので軽く引っ張って、でギリギリでカット、こんな感じで。で一番最後終わったところを一応端にしようかなと思って、でこういう風に持って、でペタンと置いてみます。
で自然な丸になっているか確認して、まあ、両端を決めますね。まあ、一応こういうふうに置いといて、で紐を作っていきます。まあ、紐も2本取りではそうですね、普通のいつも鎖編みしてるんですけど、で6号のまま編んでいこうかなと思います。まあ、鎖編みを編んでいきますね。こういうふうにして、で最初は数えないでグッと締めておいてから、ここから 1,2,3,4,5 っていう感じで鎖編みを何目か編んでいこうかなと思います。で両方からこうやって締めたいので、まあ、2本同じ鎖編みの長さで編んでいきます。2本作っていきます。はい、こんな感じで鎖編みを編んできて、今回120目編んでます。でもう1本も作ってます。でこの状態で糸をカットして、いつものようにこうグッと引っ張って、ここで紐ができたので紐を通していきます。まあ両方から通していきますね。まあ1本ずつ通していきます。で言ってた通り、この一番端のところへ通していこうかなと思います。で端をこういうふうに見た時に、この柱を境にここから入ってここから出てくるな感じで、交互に、まあここじゃなくてここ、こういうところを通っていこうかなと思います。一番最後のところ、ここを交互に拾っていきます。ぐるっと一周最後まで拾っていきます。はい、こういった感じでぐるっと一周編んできて、まあここはちょうど来ましたね。一本挟んで入っていって出てくる。まあ合わなくても、まあ、そのまま仕上げていったりするんですけど、まあほとんど問題ない感じで使えると思うんで、まあきっちり合わなくても大丈夫かなと思います。まあ今回はたまたまあったので、これで結び目と結び目を合わせて結びます。まあこういうふうにねグッと締めて、で反対側も同じようにしていきます。ここの反対側、ここをこうやって持ってみて、この空いているところで、こう、だいたい、この反対側どこかなって、あらら、こういう風に持って、だいたいこちら側で、で、こう引っかかってるところを探しますね。まあ、こっちかな、ここかなって思うので、この被さってるっていうか、引っかかってるところで、で、今度は逆のことをしていきます。1本目と同じところに通って、で、こっちで結ぶ感じですね。こうかかっているところからこう入っていって、で、こういう風に1本目と、まあ色は同じなのでちょっと見にくいかもしれないですけど、まあ交互にこういう風に1本目がここ入ってるんで、同じところから入って同じところに出てくる。これでずっと最後まで糸を通していきます。はい。こういった感じでもう反対側も同じように通してきて、まあちょうどこういう風に1本のところ境にしてこう開いてますね。これでさっきと同じように結び目と結び目を押さえて、こういう風に結びます。ぐっと締めて、ちょっとね今日は今回紐長めにしました。こうしてこういいで、で結び目と結び目をこうやって合わせて、まあ片方でも可愛いし、まあ、ちょっと長めでも可愛いし、ここもいろいろあると思うんですけど、まあ、ちょっと長めにカットしようかなと思います。これで完成です。めっちゃ可愛いですね。ちょっとここがスカってなって、こんな感じで、ここをね、色を変えても可愛いと思うし、まあここもいろいろあると思うんですよね。今回は全部キラキラとピンクの引き揃いで、紐も色を変えずに仕上げてみました。ちょっとサイズ測っていきます。まあベタンとした状態で、このものが入るところ、まあここも入るんですけど、どうしようかな。まあ全体をとりあえず測って、端から、まあ大体ですね。こういう風にして、まあ23センチぐらい。ここから測っとこうかな。まあ測り方によってもね、本当に違うんですけど、多分 18.5 センチぐらいですね。で、横幅が、20センチです。何か参考にしていただければと思います。まあ動画でどこまで伝わるかわからないですけど、めっちゃ全体的にキラキラーってしてて、なんかお上品な感じができました。こんな感じで伝わるかな。あ、このね、ラメが結構、なんていうんですかね、ラメっていう感じじゃなくて、結構なんか控えめなラメなんで、まあめちゃくちゃ合わしやすいですよね。なんか段染めにもすごいこの前合ってたし、
まあ、この前はブルーでやったんですけど、まあ、ピンクとかもね、めちゃくちゃ使えると思いますね、これ。ちょっと前の肩っていうか、ちょっと新しくなりましたね、これ。前のは結構、並べっていう感じだったと思うんですけど、結構控えめで、今回めちゃくちゃ使いやすいかなと思います、これ。まあ、普通にレース糸の単色でも合うと思うし、何でもいけるかなって思いました。まあ、こういうのもね、練習使えると思うんで、レース糸は。で、まあ、最初残ってたぐらい残りました、このコットンライクは。まあ、こういったところも糸の残り方で、いろいろ、参考にしていただくといいかなと思います。まあ、大きさもね、好みがいろいろあると思うし、まあ、今回の見られてちょっとちっちゃめがいいわとか、いろいろあると思うので、大きさとかもぜひいろいろ調節して楽しんでみてください。今回はね、これ二玉目はね、この辺でつなげたのかな。まあ大体にはなるんですけど、つなげてマジックノートのつなげ方でつなげました。で、二玉目がこれぐらい残ってる感じですね。こんな感じです。何か参考にしていただければと思います。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。